こちらは県立刈谷工業高校の実習室。旋盤作業に黙々と取り組む生徒がいます。青年技能者の技能レベル日本一を競う大会技能五輪に愛知県の高校生として初めて全国大会出場を果たした優秀な技術者の卵です。ここ刈谷工業高校は世界一の工業高校を目指すことを目標に数多くの優れた技術者を輩出してきました。小さい時からやっぱこういうものづくりに憧れていたんで、もう家の近くにもトヨタの工場があったりしたんで、やっぱ将来ああいうところで働いていきたいなと思って興味を持ってこういう道に来ました。刈谷市にはこのようにものづくりの盛んな風土があります。かつては城下町だった刈谷市は大正末期にトヨタ系企業が誘致されて以来、自動車産業を中心として発展を続け、現在では日本有数の工業都市に成長しています。今回はこの刈谷市の工業にスポットを当て、その発展の歩みや将来への取り組み、私たちの暮らしとの関わりなどについてご紹介します。刈谷の工業化の直接のきっかけは、大正12年、日本の発明王豊田佐吉が起こした自動織機の試験工場をこの地に誘致したことに始まります。その際は当時の町や町民が協力して積極的に招致活動を行いました。やがてその試験工場で自動織機が完成し、大正15年には株式会社トヨタ自動織機製作所、現在の株式会社トヨタ自動織機が設立されました。この自動織機の出現は日本の紡績業の発展に大きく貢献しました。それとともにトヨタ自動織機製作所は後のトヨタグループを形成する核となり、飛躍的な成長を遂げることとなったのです。これが刈谷市がトヨタグループ発祥の地と言われるゆえんです。やがてトヨタ初の自動車もこの地で誕生。刈谷組み立て工場、現在のトヨタ車体株式会社での自動車製造が始まり、トヨタ自動車工業株式会社、現在のトヨタ自動車株式会社の設立へと至ったのです。以後刈谷はトヨタグループの拡大とともに自動車関連産業の集積地として全国でも指折りの工業都市に発展しました。最近では研究開発部門や先端技術分野にも積極的に進出し、環境にも配慮した新しい時代の工業の街を目指して前進を続けています。現在刈谷市には世界中を舞台に活躍するトヨタグループ企業の本社が集中し、刈谷の工業の屋台骨を支えています。そのいくつかを簡単にご紹介しましょう。株式会社トヨタ自動織機。
刈谷市に本社と工場があります。創業以来の事業である繊維機関やフォークリフトなどの産業車両、自動車生産などその製品は多岐にわたります。トヨタ自動車株式会社、今や世界トップクラスの自動車会社です。本社は豊田市ですが、高岡工場の一部が刈谷市にあります。愛知製鋼株式会社、創業以来の特殊鋼製造を自動車分野以外にも幅広く展開しています。本社は東海市、刈谷市には工場があります。株式会社ジェイテクト、豊田工機と工業製鋼が合併して誕生。ステアリング、軸受け、工作機械などを製造販売しています。本社は名古屋市と大阪市、刈谷市には事業所と工場があります。トヨタ車体株式会社、刈谷市に本社工場があります。トラックボディの専用メーカーとして誕生しましたが、現在は乗用車、SUV、ハイブリッドカーも生産しています。愛新世紀株式会社、刈谷市に本社があります。トランスミッションなどの自動車部品のほか、住生活、エネルギー、福祉関連など多彩な分野の製品を展開しています。株式会社デンソー、刈谷市に本社工場があります。カーエアコンをはじめ、エンジン関係製品、自動車電装品などを生産しています。トヨタ紡織株式会社、刈谷市に本社工場があります。シートなどの自動車内装品をはじめ、各種フィルター、シート生地などの繊維製品も手掛けています。